皆さん、こんにちは。かつて歌手、そして女優としても大変活躍をされていた今陽子さん。そんな今陽子さんですが、ある日どこからともなく今陽子さんが急死したという噂が流れ始めました。その急死の噂は果たして事実なのでしょうか。また現在今陽子さんをネットで検索してみると、お母様の介護についての記事を多く見かけるようになりました。その介護生活はどのようなものなのでしょうか。そしてそんな生活の中、離婚をされている今陽子さんですが、一体何が支えとなっていたのでしょうか。離婚の理由にも触れながら、今回は今陽子さんの急死の真相についてや西城秀樹さんとの関係、またお母様の介護生活について言及していきたいと思います。今陽子さんは1951年11月1日生まれで愛知県出身。幼少よりジャズポップスを好んでいたそうで、作曲家泉拓さんに支持をされ、なんと15歳という若さでソロデビューを果たしました。16歳でピンキーさんとキラーズを結成すると、デビュー曲である恋の季節がダブルミリオンを記録したことで17週連続でオリコン1位となり、数々の音楽賞を受賞されました。キラーズの解散後は1981年に単身で渡米され、ニューヨークにて歌、ダンス、語学など多くのことに対し勉学に励まれたそうです。帰国後はミュージカル、舞台、ライブ、テレビなど多岐にわたり活躍をされているそうです。2021年時点でも芸能プロダクションであるホリプロ系列のタオに所属されており、現役で芸能人として活動されていたようです。また今陽子さんは西城秀樹さんとピンキーとキラーズとして共に活躍してきました。そんな西城秀樹さんは2018年5月16日に急性心不全で亡くなられています。その西城秀樹さんの死に今陽子さんは追悼コメントをされていました。同時期に音楽番組で共演することも多かった今陽子さんは、秀樹さんのデビュー曲「恋する季節」が「私のデビュー曲恋の季節」とよく間違えられたり、アンフォゲッタブルというジャズのスタンダードナンバーをデュエットし、チークダンスを踊ったのが嬉しかったし、かっこよかったり、病気になる前お酒を2人で飲んでベロベロになり、私が秀樹さんを介抱したことがあったりと、本当に楽しく良い思い出しかありませんと思い出を明かした上で、まだ信じられません、もう十分頑張ってきたんだからゆっくり休んでほしい、ただ子煩悩の秀樹さんだからお子さんたちが心残りだと思います。秀樹さんが安心して休めるように、そしてお子さんたちが健やかに成長されていくことを心よりお祈り申し上げますと続けました。そして最後には、秀樹さんお疲れ様でした、素敵なステージをありがとうとコメントをされていました。そんな今陽子さんですが、急死の噂がありました。なぜ急に急死の噂が出たのでしょうか。まず結論から言いますと、今陽子さんは亡くなっておらず、現在も元気に活動をされています。ではなぜそのような噂が出たのでしょうか。今陽子さんの急死の噂が多く出回ったのは2019年でした。元気で明るいイメージが強い今陽子さんですが、実はこの年に胸の激痛に襲われ緊急搬送されており、狭心症でカテーテル手術を受けられたことがニュースとして取り上げられています。手術を受けられる少し前から調子が悪かったそうで、搬送された時の状態は危険な状態で、いつ心不全、心筋梗塞を起こしてもおかしくないほどだったそうです。そしてすぐに入院し、手術を必要とするほど悪化していたといいます。しかし幸い緊急手術を受け症状は回復。その手術をされた頃については2020年10月に放送された「徹子の部屋」にて詳しくお話をされています。手術は1泊2日で行われましたが、手術の翌日には豪華客船飛鳥にてコンサートが行われる予定があったために
退院後はすぐに荷物をまとめて新幹線で京都へ。そこで停留中のアスカに飛び乗り、なんと見事コンサートを成功させたそうです。何でも彼女は15歳のデビュー以来一度も仕事に穴を開けたり代役を立てたことはないそうなので、この時もどうしても仕事をキャンセルしたくなかったのでしょうね。手術の経過も順調だったようで大事には至りませんでしたが、ニュースの見出しに今陽子さんの狭心症の手術について言及があったことや、テレビで見かける機会が以前より減ったと感じていた人がいたことなどが、もしかして今陽子さんは亡くなってしまったのではないかと不安に思う人が現れる原因になってしまっていたようですね。手術をした翌日には豪華客船でのコンサートに参加されるほど行動力のある今陽子さんですが、かねてからイケメンが好きだということを公言されているそうです。そんな今陽子さんの結婚相手も例に漏れることはなく、そのお相手である松川達也さんは当時トップイケメンモデルで話題の人物でした。さらに身長は185センチもある高身長だそうです。非の打ち所のない人気モデルを今陽子さんは見事に射止められたのです。今陽子さんと松川達也さんの出会いは、松川達也さんが出演するファッションショーに今陽子さんがゲスト出演をされたことだったそうで、松川達也さんに一目惚れした今陽子さんがアタックし、知り合って3ヶ月ほどで婚約を発表しています。その後1974年にゴールイン。そして松川達也さんがデザインしたウェディングドレスで挙式をされ、この時お二人の結婚式の司会を務めたのはフリーアナウンサーの徳光和夫さんで、それが徳光和夫さんにとって初めての結婚式の司会だったそうです。しかし今陽子さんについてネットで検索すると出てくるように、お二人の結婚生活は長く続かず、数年で離婚されています。離婚されたのは1978年のことでした。また離婚についてのインタビューで今陽子さんは奥さんというものになりきれなかったと話されており、仕事を続けていく上で家庭との両立ができなくなってしまったようです。離婚報告の際には、離婚は二人の問題、いくら説明しても分かってもらえないこともあるとも答えていました。今陽子さんと松川達也さんの間にお子さんはおらず、今陽子さんは松川達也さんとの離婚後にイケメン男性と交際してきたそうですが、再婚はされていません。現在は恋人以上夫婦未満のパートナーがいることを公表されていますが、そのパートナーとの間にもお子様はいらっしゃらないようです。お相手は一般人のため年齢や顔写真などは明かされていませんが、空気のような存在で歌手今陽子をすごく応援してくれていると今陽子さんはお話しされていました。もう一つ今陽子さんについて調べた時に上がってくるのは、認知症を患っているお母様の介護生活についてです。今陽子さんは現在芸能活動と並行して認知症を患っているお母様の在宅介護をされているそう。今陽子さんはそんな介護生活について、認知症の母が劇的回復を遂げるまでという本を出されており、その著書でも触れられていますが、介護のいきさつや接し方を変えることでお母様が明るい変化したこと、お母様とのコミュニケーションがしやすくなったことなどを綴られています。しかしお母様の年齢が上がるにつれ、状況は刻々と変化しているそうです。現在は以前とは違う現実に直面しているそうで、先輩方から介護は90歳が一つの壁で95歳からもう一段進む新たな壁があると聞いていました。母が95歳になり、少しずつ先輩方の言葉を実感するようになったんですと語っています。まさにその壁を実感したのが鍵の紛失事件だったといいます。お母様はいつも決まった場所に鍵を置くようにしているのに、その日はいつもの置き場所に鍵がなく、お母様はというと自分が鍵をなくしたこと自体を忘れてケロッとしていたそうです。認知症を患ってからのお母様は今陽子さんの仕事の予定など忘れてはいけないことを自分専用のノートに自ら書いていたそうで、
今まではノートを見れば忘れていたことを思い出すことができていました。でもこの頃はノートに書いたこと自体を忘れているんですね。母は来年の2月で96歳になりますし、本を執筆した時に比べてステージが一段進んでいるような状態ですから、近いうちに弟も交えてケアマネさんに相談したいと思っているんですと今陽子さんは語っています。そんな中、今陽子さんはお母様の変化によってある種の葛藤を抱えるようになったといいます。以前の母は仕事のための勉強に集中している、私のことをちゃんと分かってくれていました。でも今は一生懸命にセリフを覚えている最中に、陽子ちゃん喉乾いちゃったと声をかけてくる。そうしたことが積み重なり、思わず夜中に悲鳴を上げてしまうこともありますと語り、ストレスをためることも多かったようです。しかし介護の苦労はあるものの、お母様と一緒に過ごすひとときはかけがえのない時間でもあるそうです。95歳の壁に戸惑う日々の中で、今陽子さんの気分転換となっているのが仕事なんだとか、きっと私は仕事をしていなかったらとっくに気が変になっていると思います。私には音楽がある、歌っているときは全てを忘れて歌に集中できますと、今陽子さんなりに歌うお仕事でリフレッシュができているようです。また今陽子さんはご両親に弟が一人の4人家族です。弟さんは一般の方のようで、写真やプロフィールなどは公開されていません。ただ今陽子さんのブログを見てみると、二人が子供だった頃の写真が投稿されていて、自身が小学校2年生、弟が5歳くらいの時のものと書かれているので、3歳差くらいなのでしょう。そんな弟さんは自分と違って真面目な経理会計関係というので、今陽子さん本人から見て兄弟の性格は似ていないようですね。母親の面倒を見ている今陽子さんを何かと気遣ってくれるといい、今陽子さんが病気で緊急搬送された時も弟に母のことを頼むと快く引き受けてくれたと話していました。今陽子さん自身が年を重ねたら兄弟仲良くが一番と語る様子から、年を重ねた兄弟はお互いを気遣いながら良好な関係を保っていることがうかがえます。いかがでしたでしょうか。今回は離婚の理由にも触れながら、今陽子さんの急死の真相についてや西城秀樹さんとの関係、またお母様の介護生活についてお話ししました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。